バットがすっぽ抜けました。結果は空振りの三振です。今井のバットがショートの前まで転がりました。今のはスライダーですね。スライダーですね。早いスライダーですね。まあ、昨日それから一昨日もそうだったんですけれども、マリーンズの各バッターが今のようにボール球に手を出すシーンというのが非常に目立ちますね。そうですね、まあ、今の場合はですね、追い込まれているので仕方がないとは思うんですよ、はい、ただやっぱ1戦目2戦目、まあ、ホークスの方の荒垣投手、はい、ヤン投手に関して、はいはい、これは三遊間初球を叩きました。佐々木